はい、では始めたいと思います。皆さんこんにちは、レクセニ講師弁理士の納富と申します。今日は、今日レジュメにですねタイトル打ってありますけども、主にちょっとこう勉強のですねもう話になってきますが、納富クラス、生専用の、三種の神器公開短期合格の秘訣を教えますということで、約1時間ですね、話をさせていただきたいと思います。私はレクの今専任講師として、講義をですね、担当させていただいておりまして、で皆さんのお手元にあるそのパンフレットに記載されている1年合格ベーシックコースですね、そちらの方と、であと、それが土曜日ですね、今日ちょうど5時ぐらいまで、この、教室でですね講義があったんですけども、で明日日曜日ですね、日曜日には毎週その中上級生といって、担当と論文と午前中担当午後論文という形で中上級のコースも担当しています。でなのでその、本当に入り口の初級の方からその出口の、中上級の方までこうレベルをですね全部のレベルを見ているので、逆にその一発で行く方と合格できる方とで、中にはやっぱりこういろいろさまよっていろんな予備校行ったり他の本校で受けてみたんだけど受からないからってこうたどり着いたりとか、そういう形でいろんなこうキャリアの方をですね中上級の講座では見てるんですね。一番やっぱりその皆さんにとっても私にとっても大事なことっていうのは今の試験の制度にのっとるっていうことなんですね。実際、受験生には分かりづらい変更っていうのがやっぱりその出題形式とか出題内容の変更ですね、これが大体3年おきぐらいのペースでやってきます。でプラス改正法ですね。で今の受験生本当にかわいそうなんですけども、令和元年に5月ですね、5月の16だったかな、公布された改正があるんですね。大きな改正があって、で施行が大体1年以内っていうのが多いんですけども、そうすると1年以内ですから次の、次の試験ですね、令和2年の、本試には影響がある条文が結構あって、で1年半施行のものがあって、で2年以内の施行のものがあると。で1年半以内のものと2年のものっていうのは次の受験生には関係ないんですけども、次の受験生、皆さんですよね、次の試験ではなくて次の試験だから、皆さんがそうだと思うんですが、関係があると。で今の受験生はちょっと施行前なので、実際まだ施行されてないものでやっていかなきゃいけない、ちょっと見切り発車なんだけど、おそらく4月1日に施行されるんじゃないかってことを見越して今やってる状態なんですね。で条文もなかなか出なくて、この間ちょっと出て、でまだ改正対応もテキストとかされてない中でやっているので、今の受験生本当にちょっとかわいそうなんですけども、皆さんの場合はもう令和元年の改正を全部ひっくるめた感じの内容になりますので、改正事実初年度になるのかなと思ってます。で改正があれば当然、その講義の内容とか、配布物にもそういう影響があるので、そういうちょっと物理的な変更っていうものもあるんですけど、ただ実際その受験生の方が気づかない中でも我々から見れば、今年の本試ってこういうとこ変わったよねとか、難易度の問題ですよね、そういう問題、例えば過去問からほとんど出なかったっていうこともそうだし、例えば担当試験でもどの範囲からよく出るかとか、そういう変更なんかもありますね。ですからその大体3年違えば別試験って言っていいと思います、この弁理士試験は。だから大体その3年ぐらいの間で言うと同じような形式でやってくれるんだけども、3年を過ぎてしまうとやっぱり内容的なところとかその変更があるので、それに合わせて私たちも配布物を考えたりとか、試験のやっぱりその傾向に合わせてやっていってます。なので例えば皆さんが特許事務所にいらっしゃったりとか、あるいは企業の知財部にいらっしゃる場合だと、
弁理士って結構いると思うんですよね今。で、弁理士がいて、例えば3年以上前に合格された方だと皆さんにとってはあまりいい話ではないかも。いろいろアドバイスをしてくれても違う試験だと思って聞いた方がいいかもしれないってことですね。なので巷に流れてる情報は割と簡単に入手できるもの結構ありますよね。いろんな合格者がブログを書いていたりとかサイトを開いていたりとかして簡単に入手できる情報あるんだけども、ただ本当にそれって今の傾向に合うのかってことを考えて選択しなければ実際早くは受からないです。なのでまずその組織面というかパッとこう形式的に考えた時に短期合格できる人と長期かかってくる人のその差っていうところで、そのちゃんと新しい情報をもとに勉強を進めてるのかっていうことはあると一つの要素かなと思います。で、まあ、レックではちょっとレジュメ開けていただきますと、インプットとアウトプットをこう並行するコースになっています。で、長くかかる人の2つ目の傾向としては、ここを切り分ける人ですね。インとアウトを切り分ける人、確かにね、今皆さんに例えば本誌の問題とか当連の問題とかそういうものをね見せて解いてくださいって当然解けないですよね。インプットされてない状態ですから。だからアウトプットするにはインプットされてからじゃないと当然アウトプットできないのは事実なんだけども、ただじゃあそれはどのタイミングで入れていくかってことが重要なんですね。例えば特許法って204条まであるんです。で、204条まであるんだけど、その中でまあグループにある程度分かれてるんですね。例えば今日ちょうど手元に N プロジェクトシート、後でまた紹介しますが、これあって、皆さんの手元だと多分後ろから3ページ目ぐらいのところに N プロジェクトシートの見本があると思うんですね。で、今私がこのプロジェクターに写しているものは1条から27条までなんです。で、皆さんの手元にあるのが28条から46条の2ぐらいまで写っていると思うんですね。で、条文って1条から204条まであるんだけども、1条から28条までを相続というグループで分けていて、で、29条から特許権が始まりっていう感じで、その条文はその並びに意味があるんですね。ですから、その例えば204条まで全部終わらないと問題が解けないかっていうとそうではないし、で、むしろそんなところまでアウトプットゼロでいったって204条勉強する頃には多分1条2条のこと忘れてるんですよ。だからアウトプットを入れるタイミングっていうのは少なくともそのカテゴリーのタイミングで、切りがいいとこのタイミングで入れていくっていうのが効果的。アウトプットはインプットの確認のためにするものなので、ちゃんとインプットされたかどうか、正しく理解できてるかどうかを確認するためのツールです。だからインプットの講義が終わったら、ある程度のタイミングで都度ですね、このアウトプットを入れていくっていうこのレックのカリキュラムは非常にそのちゃんと考えられたね、いいカリキュラムだと思ってます。で、レックの講座は入門講座、論文基礎力完成講座、担当基礎力完成講座の3つの大きな講座で1つのコースを組んでいます。まあ、私たちよくニューロン単って言うんですけどね。で、入門講座は、まあ、名前の通り、まあ、ベースを作るものなんですけども、ただ担当の点数で表すとすれば、ボーダー今39点なんですね。担当試験で60点満点中39点なんですけど、だいたいボーダーギリギリぐらいの情報量は入門講座でも提供するんですよ。言いたいことは簡単じゃないってことです。そんな本当に基礎的なことだけ教えるわけではなくて、割と本誌レベルのこと、要はボーダーギリギリぐらい、だいたい入門講座のテキストや配布物の中で本誌の問題をボーダーぐらいの点数だったら解けるんですよ。
38、9、まあ多いとしたと41まで行ったんですけど、データを取ったことがあるんですけどね、何年かにわたって。で、大体38から41点分ぐらいの内容の講座です。だからそう大してバカにできたもんじゃないんですよ、入門講座って。で、入門講座がなければ次のじゃあ論基礎や単基礎ってどうなのっていうと、多分わけがわからないと思います。論文基礎力完成講座は入門講座で学んだことを実際論文で書けるために整理し直すことをまずやるんですね。で、整理し直した知識をもとに実際論文の書き方を学ぶっていう講座なんですよ。だからその整理し直すっていうためにはちゃんとバラバラでも持っておかないといけないので、まあ別のことをするわけじゃないんですね。論基礎は別のことをするわけじゃないんだけども、ただやっぱベースがありきでお話もしますから、入門講座ありきってことになる。で、担当基礎力完成講座は実際点数化して入門講座が完璧であれば38点分くらいは内容をインプットできるんだけど、当然それだと合格しないし、38点目指して38点取れるわけじゃないでしょ。ですから、まあうちのクラスの目標値は45点なんですけども、まあ、45点ぐらいを、まあ、普通に多少体調が悪くても取れるようにですね、インプットをしていくためにちょっとこう範囲を広げ深くしていくっていうのが単基礎の役割です。ですからニューロン単で3回転学習法っていうふうにレクで呼んでるんですが、そこで違う角度からこう3回転深くしながら広く取りながら繰り返すことで、まあ担当も論文も、そして講述も受かっていくっていうようなコースになっています。一番1年合格で多い時間帯というか多い時間っていうのはだいたい2000時間前後ぐらいなので、だいたい1500から2000時間ぐらいを考えてもらったらいいと思うんですね。で、そのうちのたった300時間なんですよ、このベーシックコースで使う時間っていうのは。なのでその1200時間をどう使っていくのかっていうことをですね、まあ主に目で見て分かるように表したのがこの三種の神器の3つ目のスケジュール表っていうものです。で、まさしくこれ特許取りたいぐらいうちのクラスの売りになっていて、大体合格者は、まあ、口を揃えて、まあ、これがあったから受かりましたって言ってくれるんですね。まあ、3つのツールのうちで、まあ、最も多分受験生にとって重要なものかと思います。で、この三種の神器の3つ目のスケジュール表の、まあ、レジュメで言うと16ページのポイントなんですが、特に担当対策に意義があるんですが、担当試験は5月の大体第3日曜日って決まっているんですけども、皆さんがやらなきゃいけない科目っていうものは、まあ、特実異性で、そして条約で、不正競争防止法、著作権法の7科目なんですね。で、その中で条約って言っても一つを条約っていうんじゃなくて、パリ、PCT、トリップス、マドプロ、ジュネーブっていう5つが入ってるんですよ。ですからその条約の中でも5つ入っていて、かつあと6科目ですから、かなり多くの科目を抱えるってことになるでしょう。で、それをですよ、その1年のうちに、まあ、早くね、先取る方はその分、早くね、こう、時間をかけることができるんだけども、それでも、まあ、1点半ぐらいですよね。試験日、逆算すれば。で、その間に、やっぱりそれを全部マスターするってことになれば、何が大事かというと、やっぱりスケジュール感なんですね。いつ何をしておくか、知識のピークを本試験に合わせるっていうことができなければ担当本試は受からないです。で、そのためのノウハウが詰まったものがスケジュール表と考えてもらったらいいと思います。このスケジュール表はちょうどこの年の開講日ですね、この年の開講日の翌日からのスケジュール表なんです。開講日っていうのは担当基礎力完成講座の開講日ね。で、その翌日が、まあ、土曜日が講義だから、まあ、10月13日が土曜日の講義だったんですね、開講日で。で、14日がその翌日になるんだけど、これ29条から39条、肉の239条って入れてるのは、いわゆる特許権の判断です。で、ここははっきり言って理解が大事。審査基準とか判例とかも含めて理解が大事で、ちゃんと理解してなければ解けない。
条文のまま出るんじゃなくて事例化して出るような問題ですね。こうはとかおつはとか何月何日にとか刊行物 X にこういうふうに書いてあったんだけど新規性を喪失してるかとかね、そういう感じのその事例化して具体的に出るような条文だから理解しなきゃいけない。でその後に書いてる条文というのは基本的に理解系というふうに私呼んでいるんですが、理解して解くケース、あのタイプの問題の条文なんです。でそういうものっていうのは皆さんが数学の勉強とか物理の勉強をされるときに、まあ、ちょっと似てると思うんですけども、一回ちゃんと理解して解けるようになればそれはある程度長期間維持できると思うんですね、その力って。だけど例えば漢字だったりとか英単語だったりとかっていうのは、あのまあ漢字だとなんとなく作りで意味はあるかもしれないけど、英単語はやっぱある程度ね、こうあの丸暗記しなきゃいけない要素が強いですよね。でそういうものってすぐ忘れちゃうでしょ、ちゃんと繰り返しメンテしていかなければ。ですからそういうものはある程度後回しにして、どの時期に先に攻略しておくべきものをどの時期にどれくらい入れるかとか、そういうことを考えてまずこのスケジュールは作っています。あの今の本試験は、まあ、300枝、まあ、出るんですね。あの60問であのかける1問につき5枝入りますから、そうすると300枝を3時間半で解くことになるんですが、その中で過去問とこれ似てるよね、過去問から出てるよねって言える枝ってだいたい平均 2,3 枝なんですよ。 2,3 問じゃなくて 2,3 枝なんですよ。300分の2とか300分の3なんですよ。つまり過去問からそのままほとんどそっくりそのまま出るってことはあんまりないってことなんです。ですから過去問をインプットツールとして勉強してたんではとても今の試験は受からないです。まあそれも一つのトレンドなんですけどね。例えばこれが平成25、6年ぐらいまでの、ね、合格者であればですよ、ね、担当試験はやっぱ過去問だよって言うと思うんですよ。でそれ正解だったんですよ、その頃までは。過去問からだいたい作られてたから。だから過去問ベースでやってれば結構似たような問題とかも出てたので、それぐらいまでの合格者の勉強だと多分それが正解。でもさっき冒頭で言ったように試験にはトレンドがあって、今もそういう問題じゃない、担当試験難しいです。試験範囲は狭く、ね、あんまりその変なところから広くは出てこない、基本書とかから出てこないけども、だけどもその代わりうまく新作で条文から作ってくるので、いかにちゃんと条文を理解し、ね、出るポイントを頭に入れてるかどうか、まあ、条文の読み込みがポイントになるんだけど、ただ条文の読み込みって言われてもじゃあどこを覚えればいいのっていうことですよね。でそれを示したのがこのシートなんですよ。この条文には例えば主体覚えようね、客体覚えようね、時期覚えようね、手続き覚えようねっていう丸がついてるところをその条文の中で覚えていく。で特にチェックしなきゃいけないところをそのチェック事項で書いている感じですね。だからこれに従ってその条文を読んでいくっていうことをやっていただきます。でこのスケジュールは、大体この今この範囲だと29条とかこう出てきてて、この大事な条文なんですよ、この辺ね。で本試までの間に同じ範囲がだいたい3回転するぐらいな感じで私は組んでます、うん、だからここで例えば完璧にしなくてもですよ、ね、でも2回目3回目のリベンジの機会があるので、なのでこれもちょっと受かりにくい人のタイプあるあるなんですけど、研究肌タイプの人ですね。あのお仕事研究職の人気をつけてください。あの研究職の人お仕事はよくできるんだけども、気になることができるととことん解決するまで調べる傾向にあるんですよね。でもそれだととてもスケジュールのペースではいかないんですよ。それよりもスケジュールを守ることを優先、今いい加減でも2回目3回目でリベンジすればいいんですから、やっぱりその大事なことはですね、あのよく私例えて言うのが瓦吹きよりペンキ塗りっていうんですね。どういうことかというと、瓦ってこう 隅からこう一個ずつこう敷いていきますよね。で一回で終わるでしょ、貼ろうとしてしまうところに敷き詰めるのに。でもペンキってまず大きな筆でわーって塗りますよね。で今度小さい筆でその隙間を埋めるような形で塗っていきますよね。
で、合格するにはそれが必要なんですよ。多少ポコポコ塗り残しがおっても普通は合格します。だけど瓦のように途中真っ白な状態を残した状態では合格はしないんですよ。そういうものですから、だからできるだけやっぱり3回転すればほぼ隙間がない状態にはなるんだけども、多少その3回転の中でいい加減な回があったとしても問題ないです、そこはね。だからそれよりもそのノーマークの分野を作らないってことが大事だから、そのペースを守ってほしいっていうことなんですね。まあ、最後になるんですが、ノート見レシピですね。一番最初のところに書いてありますが、このニューロン単の講義の中では各クラス共通のテキストを使っていきます。後ろに展示しているので、もしよかったら帰りに見ていっていただけばいいと思います。確かにね、レックの、教材よくできてるんですね、うん、よくできてるので、まあ、どの予備校のものと比べてもかなりダントツでいいと思います。だけどもベーシックの教材だけで、じゃあその余裕を持ってね、そのギリギリだったら手を届くかもしれないぐらいなところにね、テキストだけだったらあるかもしれないけど、じゃあきちっとガチッとつかめるかっていうと、中上級の講座を担当している私だからこそ分かることなのかもしれないんだけど、やっぱりそこが多少ね、2、3年やってる人との差がどうしても情報量に生じるところがあるんですよ。これなんで1年目で教えとかないのかなみたいなところも多少あるんですよ、うん、なのでこのノート見レシピはどちらかというと、その中上級者向けの情報をちょっと前倒すっていう意味合いも一つ大きなところがあって、まあ本来中上級講座でしか教えないようなところを、まあ、ちょっと前倒して情報提供するっていう役割がまず一つですね。で、まあ、見本が2ページからちょっとありますけども、まあ、基本レジュメっていう形でこうちょっとまとめてあったりとかしています。あとはですね、4ページのところにちょっと審査基準の抜粋が載ってるかと思うんですが、試験範囲は条文プラスアルファですから、基本は条文の知識です。で、審査基準は、まあ、審査官が、まあ、審査するためのツールになるので、ただまあその手の内を知っておかないと、当然まあその明細書を書いて、まあ、特許の、ね、出願をするために必要な書類を書くためには、相手のその審査のレベルを知っておかないと、まあ、うまく審査を通るような書類が書けませんから、当然まあ実務家として必要なんですね。で、実務で必要なことが、やっぱり試験でも多少出るんですよ。で、それがまあ審査基準からの出題になるんだけど、膨大な審査基準から試験範囲と言われるものはわずかなんですね。ですから、そこがじゃあどこが必要なのかっていうことを、やっぱり皆さんの方で取捨選択することは難しいんだけども、ただ私の方だと、当然まあね、こういう仕事ですから、過去どこから出てるかとか、そういうことも含めた上で、必要な部分を抜粋してレシピにまとめてあります。短期合格のね、これは逆に短期合格者のあるあるなんですけども、人のものを自分のもののように使える人ですね、うん、それが一つのコツかなと思います。人が作ったものなんだけど、そのままある程度カスタマイズして構わないんですよ。構わないんだけども、一から作り直さないと気が済まない人は長くかかりますね。たまにいるんだけどね、うん、でそれはやっぱり長くかかる。で、あとは次のページからは論文基礎力完成講座で使っていく補助問題集ですね。これもまあレシピの論基礎編のものなんですけども、ですね、1年で受かるか2年で2年かかるかっていうのは、ほとんどの場合は論文の勉強がネックになります。論文の勉強がネックになって、1年で受かるか2年で受かるかがだいたい変わってくる。で、論文はある程度ちょっとこう長期的に養っていかなきゃいけない部分があるので、やっぱり1年のうちに担当の勉強もしながらそこまで到達するっていうのがやっぱり難しいんですね、結構。だからよくこの試験で言われるんだけど、赤信号をみんなで渡れば怖くない試験なんですよ。間違えるときはみんな一緒、それは特に影響ない。でも他の人がしないようなことをしてしまったり、他の人が
書かないようなことを書いてしまったりとかすると、途端にこの試験は落ちやすくなるんです。相対評価なので。だからみんなが書くことに付き合うってことがすごく大事で、みんなに、ね、こう乗っ取って書き方も一律化していく。目立つことは良しとしないんですね、この試験はね。ですからある程度のその書き方を学び、そしてその型を習得していくってことはすごく大事なんですけど、でいきなり過去問なんてとてもその自分の背丈以上の階段登るようなものですよね。なのでそこに階段をつけるってことです、この補助問題集は。ちょっとずつ難しくなるように並べ替えてます、問題集は。だから初めは論基礎にちょっと毛が生えたぐらいの問題にして、でその2問目は問題にはもうちょっと論点を増やして、で問題さもうちょっと複雑にしてみたいな感じで、だんだん難しくするようにしていって、でまあ本試の少なくともその直前期に、私がやっている直前答練ぐらいの問題にスムーズに上がれるぐらいかなな感じの問題集にしてます。時代がだんだんこう変わってきて、過去問じゃ受からなくなってきて、新作問題がほとんどになってくると、当然条文の読み込みが大事になる。でも条文の読み込みって何っていう相談が山のように来ると、でそれを見える化したのが N プロシートですね。なのでできるだけまあ、ね、受験生の方がその声に出してこう言ってくれたからこそ、まあ、出来上がってきたこう共同作業みたいなものなんですけども、まあ、実際それが今うちのクラスの売りであり、まあ、短期合格のためには私は必須じゃないかなと思っているので、まあ、うまくねそれを使いながら皆さんを短期合格に導いていきたいと思っています。はい、ではですね、今日はまあこの辺で、以上になります。で、1500時間からまあ2000時間っていうふうな話をしましたが、まあ、もちろんじゃあそれを開講日からカウントするのか、まあ、早い話一番早くであれば例えば明日からカウントするのかっていうことになると、皆さんの落差加減は当然変わってきますよね、うん、で一発合格者の方ってやっぱり開講日にスタート切る方ってほとんどいらっしゃらないです。やっぱり多少なりとも先取り受講をされて早めに始めてっていう形を取られてます。で先取り受講をされれば当然開講日には、うん、入門講座の4法ぐらいは終わった状態で来れるの でそうするとやっぱりその2回目の模倣期聞いた時に質問も出てくるんですよね。何が分からなかったかってことがクリアになってくるの でそれがすごく大事なんです。やっぱ初級の方は何聞いていいか分からない状態っていうのが普通なんですね、初めは。だからしっかりやっぱり土台を作って開講日を迎えるってことはすごくいいことだと思うし、あとねレックは直前になればバーゲンセールをする予備校ではないんですね。逆なんですよ。だんだん割引がなくなるんですよ。だから待ってれば安くなるっていうものではないので、早く始めないと逆に私は損だと思いますので、もう弁理士になるっていうふうに決めたんであれば早くね先取り受講をして合格の可能性を高めてください。はい、ではこれで私の方からの話は以上になります。ではレクの方にバトンタッチしますので、このままお待ちください。